アメリカのバイデン大統領は中国系動画投稿アプリ TikTok の利用などを禁じたトランプ前政権の大統領令を撤回しましたバイデン大統領は9日 TikTok やメッセージアプリの WeChat など中国系のアプリについて安全保障上の理由から利用などを禁じるとしていたトランプ前大統領の命令を撤回しました 一方で、新たな大統領令に署名し、省務省に対して各アプリの精査などを命じました。中国を含む外的勢力から個人情報を守るために、軍との関係の深さなど新たな評価基準を設けます。新たな大統領令ではアプリの危険性に対処するため、省務省に対して追加の行政措置や新たな法律の検討も求めています。